おお、ピンポンってなって、はい、というわけで今日はね、新見市に来てます。昔からね、あるこのちょっとドライブインチックな雰囲気の残る、エリアなんですけど、昔はねここにね、今柵があるんですけど、コンビニがあったんですよね。コンビニなんですけど、ちょっと商店みたいな感じの建物があったんですけど、5年前ぐらいになくなっちゃいました。で、まあ、今日はちょっと雨の中でコンディションがむちゃくちゃ、悪い、絹掛けの滝なんですけども、ちょっとね歩いていこうかなと思います。ちょっと雨強いのであれですけど、ここが、あ、おみくじが置いてあります。こんなとこ前なかったんですけど、おみくじがあります。100円以外の、ものは入れないでください。パイロットランプのついてるときは、お金を入れないでくださいって書いてあります。ちょっと入れていきましょうか。なかなか自販機というか、こういう感じのものってのは珍しいかな。おみくじね、ピンポンってなって、おみくじが出てくると。ちょっと開けていきましょう。結果大吉でございます。こういうおみくじ自販機があります。たまにね、100円入れても出てこない時があるんですよ。そのための代わりのおみくじをここに置いてるということで、ここはなんか喫煙コーナーみたいな、しまってます。喫煙コーナーって書いてありました。鍵は開いてるみたいですけど、ちょっと今日は時間の関係で。で、ちょっとこの不動明王のとこに行ってみようかなと思います。真っ暗でね、申し訳ないんですけど、一応絹掛けの滝って言ったらね、このやっぱり滝ですね。ちょっと近く寄ってみましょう。滝が有名なんですよね。この絹のように落ちていく滝がものすごく有名でございます。ちょっとね、分かりづらいな。ちょっと高度を上げます。このちょっと真っ暗でね、申し訳ないんですけど、この絹のように一本、ね、流れていることから、絹掛けの滝と、言われてるんだと思います。もうかなりね、上の方まで天に続くかのような感じの、この岩肌が見えますけど、その上にずっと、上からね、ずっと流れてるんですよね。はい、ちょっとね、紅葉シーズンではない、もう終わったと思うんですけど、紅葉シーズンの時はね、かなり綺麗だと言われてます。でこのここにもちょっと気になる
鬼怒掛の滝ね、書いてますね。読んでください、長いので。新見市指定の名滑ね、鬼怒掛の滝は白鬼をかけたような。なるほど、この前に高橋川が流れてるんですけど、まあその、ね、交通安全の祈願するために作られたという、まあいろいろとそのご利益があるということです。はい、ちょっと行きましょう。昔はなんか光ってたような雰囲気のあるこの不動明王の、看板をくぐり進んでいきます。完全にちょっと不気味な雰囲気はあるんですけども、ちょっと神秘的なね部分もあります。はい、でちょっと傘を置かせていただきまして、いいですね、ちょっとこの味のある提灯、ちょっとあのね、お線香の匂いが、火がついています。これでお手手を洗いまして、進んでいきましょう。ちょっとろうそくの匂いがします。ここが不動明王が眠る、安置されている場所です。ここにあった、以前ね、ここにね、おみくじ自販機があったんですけど、移動されてここに移動してますね。多分ここまで来るのがっていう人がいるのかもしれないです。まあ、あとそのこういうね、これ動物の中なんで安全のためというか。はい、じゃあちょっと今日はね、これいくらかな、これはこの上にあるのは、500円のでかけるっていうことです。で、おそらくこの、やつも50円のことです。すごいですね、でもね。ものすごい歴史の時代をね感じるあれでしたけど、はい、というわけで入ります。はい、まあ、今日はねこんな感じでお送りいたしました。新見に、ね、行く際とか、まあ、新見からね岡山に行く際とか、ほとんどの方はここを通られると思うんですけど、ぜひ一回は訪れていただけたらなと、思う場所でございました。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。